こんばんは。こんばんは。今日はね、トレーニング動画、マグナムのトレーニング動画ということで、まあいつもながらね、ナホが撮ってるので、ちょっと行きたいと思います。で、今日どこがいいかな。これつけてるってことはやっぱり背中をトレーニングしてるってことだろうから、じゃあ足行きたいと思います。せっかくだからね、これつけてるんだからこそやっぱり足、はい、で、ちょっとじゃあ今日はマグナムの好きな足っていうことで、背中をやってたんだろうけど足っていうことで、レバレッジスクワットちょっと行きたいと思います。で、やったことある？ないです。ない、ね、あ、じゃあね、ちょうどレバレッジスクワットね、ちょっと俺得意だよっていうことでね、俺が行きたいんだけども、ちょっと俺じゃなくてね、ちょうどうってつけの、うってつけの選手がいるっていうことで、うちのね、イケメン担当、ちょうどイケメン担当がどこか探せばいるはずなんで、はい、ちょっと引っ張り出していきたいと思います。そうですね、行きましょう。あら、イケメン担当斉藤くんがこんなところに。あ、ちょうど足トレやってると、ごめんね、アップが終わりました。アップしてたでしょ。今ね、斉藤くんが足トレやってたんで、ほら、ギアつけてね、やってるってことで、さっきまでちょうどマグナムと一緒でね、ギアをつけてる、同じギアつけてるってことは当然足トレなんだよ。ほら、足トレ、ね、ということでね、ちょっとね、レバレッジスクワットマグナム初めてだということでね、はい、よし、頑張った。じゃあ俺がレバレッジスクワット教えてやるよということで、行きたいと思います。基本上ね、バネがきついんでね、それを俺がこう、ちょっとバネだけ取ったりするんで、じゃあ大丈夫、ちょっとね、はい、で、鉄板の上に足を乗っけちゃおう。気持ちいい、膝の外に出すように、それでね、ちょっと膝を乗っけるようにして、それでしゃがんでる。そう、この感じ。しゃがみますね。いいね。3 4 5、ナイス、ナイスっていうことで、マグナムのレバレッジスクワットってことでね、一回やりたいと思います。最初はね、アップした方がいい。あ、アップいらないか。ということで、マグナムのレバレッジスクワットでした。